皆さんこんにちは。 Welcome to EagleFile。 今回は英作文のアドバイスをします。簡単に言うと、なるべく熟語を避けましょうということになります。で、まあ、熟語には結構いろんな意味があると思うんですけど、今回は動詞と前置詞だったり、動詞と副詞のような、まあ、動詞中心の、言葉の組み合わせだと思ってください。まあ、これらのことを句動詞って呼ぶこともあるみたいなので、まあ、今回はこの句動詞っていう言葉を使います。ちなみに英語では phrasal verbs って言うんですけれども、まあ、例えばこういうやつらですね。さて、ではなぜ英作文でなるべく句動詞を使わない方がいいのでしょう。その理由を理解するためには、まずアカデミックライティングの特性を理解する必要があります。アカデミックライティングは正確な情報を伝えることが目的なので、できるだけ間違った解釈になる可能性をゼロに近づけないといけないんです。一方、ほとんどの句動詞にはいろんな意味があるんですよ。例えば先ほどお見せした take in っていう句動詞には、理解するっていう意味だけでなく、騙すっていう意味など、その他たくさん意味があるんですね。意味がたくさんあればあるほど誤解を生む可能性が高くなってしまいます。だからなるべく句動詞を使わないようになったんじゃないかっていう説があります。まあ、理由がどうであれ、アカデミックライティングでは比較的句動詞は使われないっていうデータも実はちゃんとあるんですよ。このロングマンの本によるとですね、句動詞の使用頻度は小説などのフィクションで一番高くて、次に高いのが会話、次が新聞、そして最も使用頻度が低いのがやはりアカデミックライティングらしいんですよ。で、具体的にはこんな感じですね。で、まあ、句動詞は会話でよく使われるなっていうあのイメージはなんとなくあると思うんですけど、まあ、やはりアカデミックライティングより2倍以上の頻度で使われているようですね。ということで、早速文章をよりアカデミックにするための練習をしていきましょう。まあ、今からお見せする簡単な文章の中に、まあ、句動詞がいくつかあります。それらを普通の単語に書き換えてみてください。で、真剣にやりたい人は、一時停止をおすすめします。じゃあどうぞ。はい、どうでしたか。まず句動詞はこれらでしたね。全部で4つありました。ではどうやってこれらの句動詞を変えたのでしょう。まあ、答えは1つではないですが、1個ずつ見ていきましょう。まず意味なんですけれども、 As the number of COVID-19 cases had been going up worldwide、 世界中で感染者数が増加していたのでって感じですね。で、じゃあこの going up っていうのを一つの単語に変えましょう。まあ、一番簡単なのが increasing だと思います。はい。で、続き読むと、The Tokyo Olympics was put off until 2021。はい。東京五輪は2021年まで延期されたですね。はい、じゃあこの延期するっていう put off を変えると postponed がいいと思います。で、次、However, since many countries are still struggling to get rid of the virus、 しかしながら多くの国がまだウイルスを、まあ、撲滅でいいのかな、するのに、悪戦苦闘しているのでって感じですね。じゃあこの get rid of、 撲滅するっていう単語を、という句動詞を一つの単語に書き換えると、まあ、eliminate などがいいと思います。はい。で、最後、 Some say that the Olympics may have to be called off、一部の人は五輪は中止せざるを得ないかもしれないと言っている。じゃあこの call off、ね、中止にするっていうのを一言に変えると cancelled ですね。はい、いかがですか？結構雰囲気変わりますよね。じゃあ最後にちょっと同時に比べてみてください。一時停止をおすすめします。はい、いかがでしたか。まあ、このように今後英作文をするときに、あ、句動詞使ったなって思った瞬間、これを一語で書き換えることができないかなって考えながら英作文をすると、まあ、よりアカデミックな文章が書けるようになると思います。ぜひ試してみてください。ということで今回はここまでです。 Thanks for watching and I'll see you in the next lesson.